はい、たった今入ってきた速報をお伝えします。はい、カシュニの滝付近で捜索に協力している漁船の魚群探知機が影のようなものを捉えたと私先ほどお伝えしましたが、捜索に携わった複数の関係者によりますと、確認した結果これは船ではなくて岩だったということが明らかになりました。漁船の魚群探知機が影のようなものを捉えたとお伝えしましたが、捜索に携わった複数の関係者によりますと、確認した結果これは船ではなく岩だったということが明らかになりました。また今日は説明会に姿を見せなかった船の運航会社の社長ですが、明日の午後1時半から家族向けの説明会に参加して、その後報道陣向けの記者会見を午後3時半から開くということです。海が荒れてきて捜索は、午後2時過ぎから中断しています。明日も悪天候が予想されています。捜索はさらに難航する可能性が出てきています。